ツイートした8000万円の件で、やっと具体的な話じゃないですか。はい、今まで、まあ、濁して濁してって、やっと。で、取り下げたっていう話を立花さんが言っていましたが、はい、それは取り下げたことは問題はないんでしょうか。なんかそういう、なんか。ね、これね、もちろん法律上の説明できるようにしていきますけど、そもそも裁判の判決確定してるんですよ。判決が確定してて、債務名義って言われるもので、これで、お金を払ってくれってやれば、もらえる状況のものを確定させてるんですよね。で、それを僕が取り下げたのは、多分先月とか、まあ、いずれにしても、なぜ取り下げたかっていうと、民事再生の申し立てをすることを知ってしまったからです。で、それを知ってるのに、僕だけ取りに行ったらおかしいよねっていうことで取り下げたんですよね。で、その大津はなんか8000万円が嘘だとか言ってますけど、あいつのこと見ることができないんで、少なくとも、その今、2つの経緯があるわけですよ。ここがね、大津が分かってないのは、まあ、3月の8日までと3月の29日までがあるんですよね。で、その後があって、ここが分かれちゃうんですよ。これがだから、大津なのか、斉藤君なのかなんですよ。ここからね、3月29日から、政治家女子48党としての資質については、それぞれが違う資質をしているというのは分かりますよね。例えば、大津が開いた記者会見は、大津側の資質として上がっているわけですよね。で、斉藤君がやっているっていうか、こっち側でやっているものっていうのは、また別資質になるわけですよ。で、今、3月29日に、代表がどっちになるのかって裁判をしているので、この判決が出たらどっちの資質が正式に総務省に報告しなきゃいけないものというのが現れてくるんです。で、僕は当然ね、斉藤君側にお金貸してるんです。僕の会社はで、その斉藤君側にお金を貸してるものについて8000万円ぐらいあるんですよね。で、この8000万円について当然大津の方はこっちの方には資料がないんです。で、少なくともこの辺でね、確か2000万円は貸してます。これはもう見たら分かる。だからここも2000万円もすでに大津代表になっている時なんで、まあ、この辺を調べていったら分かると思います。だからいずれにしても、どっちが代表者なのかが決まらなければ、その大津が言っている8000万円が有効かの不正かどうかっていうのが決まらないので、当然この裁判、大津が今やってるっていう裁判については斉藤君が代表者っていうところから争うということなんです。要はいっぱい私立がいるじゃないですか。給料までずっと払ってきてたでしょ。9月ぐらいまでかな、払ってきてましたよね。で、あるお金が言ってる8000万円なんですよ。で、ただそれをもっと早く解決されると思ってたんでね、総務省があれ違うって言い出したのは多分8月か9月かな。これ長期戦になると思って、それで民事再生やるから、だから僕の会社の債権だけを特別に先に回収するっていうのは返還弁済になるから、それを自ら取り下げたんですよ。で、それが問題になるかならないかって言ったら、それは大津側が買ってしまえば問題になる可能性はあると思ってますよ。だからそこについてもこれから裁判で争っていきますけども、一番だから初めてだから大津が具体的なこと言ってきようかなと思ってます。わ、はい、かりました、はい、要はこっちの斉藤君に対して貸してるお金があるっていうことです。会社の方で払ってるっていうことです。